谷沢製作所です。ワイヤレスインカム送り返しシステムメーカーとして本日新しく携帯型マトリックスチームトーク2を発表してまいります。本日ご案内しますのは携帯電話が2台、そして技術用リポーター用に各1つの無線回線を配備した携帯型のマトリックスとなっています。こちらはどんどんと増えてくる IP 中継における連絡線としてぜひお役に立ちたいと思っております。マイナス1と連絡線が2つの携帯電話で送られてくれば、現場で例えば本番の時、例えばリハーサルの時にリポーターなリポーター、技術な技術に渡したい音の種類が違うんだよと、それも現場現場で変わってくるのでパートタイムでスイッチ操作したいですというニーズをお聞きしました。なおかつ最も大切なのはお客様が設置することなく携帯することができるサイズと重量であること、また電源は 12V もしくは乾電池であること、これを満たした携帯サイズのマトリックスが今回ご案内するチームトーク2です。こちらのスイッチでそれぞれの音質の変更が可能となっております。またディレクターのパドル操作によって本局、リポーター、技術への声の切り替えもワンタッチで瞬時に行うことができます。これによって今までできなかった IP 中継時の連絡線を携帯化にぜひお役に立ちたいと思っております。谷沢製作所はこれからもお客様のお困りごとのお役に立ってまいります。ホームページ等もございますのでぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。